ルルブ沖縄の本です。ちょっと中身を紹介していきます。こんな感じで沖縄のマップがまずついていますね。そしてドライブタウンマップ、ついています。そして、まあ、お料理のだったり観光スポットがここから載っていくんですけれども、観光エリア早わかりガイド、そして旅のカレンダーですね。まあ何を持っていったらいいか、何を着ていったらいいかとかも載っています。そしてまあどんなところで遊ぶか、載っています。そしてまあおすすめのプランも載っていますね。まあ、定番で1回目ジュラ海だったり行ったり、2回目3回目はちょっと凝ったところに行ってる感じですかね。そして観光スポットだったりおすすめホテルも載っています。水族館かなり人気なんですけれども、サメがね有名です。あとイルカショーも結構楽しかったですよ。でお土産、料理、まあずっとこんな感じでいろいろ載ってますね。あとはまあエリア別、那覇首里エリア、ここはひめゆりの塔だったり国際通りだったり沖縄そば、こんな感じで載ってますね。あとね、まあ行ったら絶対に食べたいスイーツも載ってます。こんな感じで首里エリア、南部エリア、こうエリア別に乗っていて、あと後ろの方マリンスポーツも乗ってますね。こんな感じでずっと沖縄のことが乗っていて、最後ホテルの紹介ですね。まあ素敵なホテルがたくさん乗っているので、ホテルを選んで交通ガイドがあっておしまいな感じです。日本とは思えない感じでとっても素敵な沖縄旅行、ぜひ家族でお友達と行ってみてください。